はい、皆さんこんにちは、ピカです。三国志11やっていくぜ。はい、前回からバトをね攻略開始いたしました。で、まあなんとか、まあ安定して安定を落とせそうですね。で、こっちからも馬超援軍来たんで、こっちからね、天水か、天水かな、え、違うか、 V か、VV 言わせてきましたからね。かなり強かった。まあ一戦もしてないんですけどねそういえば一戦もしてなかったかもしれません。なぜかここ現役0-8、どういうことだろう、行動力ねえのかな。まあとりあえずやっていきましょう。義兵か。まあ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 、長領にね、長領に手柄を立てさせたい。七廷遵命。長領の攻撃力がねいまいちなんですよね、本当に。だから熊手でも、まあ、600前回行ったから多分いけるでしょう。まあ一斉攻撃すれば安定でしょうが、まあ技巧ポイントも貯めたいからね。こっちの方が攻撃力あるのかな、わかんねえな。まあ、これしてみっか。まあ横に敵部隊いないからあんまり意味ないけど、攻撃力的にはどうなんだろう。逆に弱いのかな。いけたな。あーでもギリギリだ、547。熊手だと1部隊引きずり込む攻撃だが、まあ600いけたからね、同じ宝徳だったと思う。よーし、そしたら換我上阵了。ここから届かない、ここで先鋒ヒア。さすが加工園。よっしゃ、耐久も2300か。まあそうそう、そうそう、攻撃したら加工園もするだろう。一斉にしたらどうなるんだろう。まあとりあえず一回攻撃してみろ。回来他加工園、また行って行ってくれんか隅でもやってくれると思うんですけどね。いけそうか。よっしゃ、いけそうだ。オッケー。800。よっしゃ、この勝者の適正 S のやつ2人いるからかな。800減ったぞ。まあ前回前々回か、炎上攻略して、前々回だな、おそらく炎上攻略して、まあその時炎上に勝者でやっていたが600ぐらいしか減らなかったからね。オッケー、いい感じだ。合适。よーし、こっちか。攻下来。是。計略引け。
で落葉、うん、気力92か。これ何？老船ってさ、俺落葉で老船作ったと思うんだが、違うか、長安でか、ここにあるもんな。あー、なるほどね。まあ老船作っとくか。なんかいっぱい入りそうだね。うん、都市これね作っとけ。よし、これでよかろう。これすごいな。これこんなとこまああるんでしょうね、中国にね。すごい景色だね。うん、長安のところか。うん、よし、あ、これアップアップ、うん、アップ、よくわからん。よし、これでよかろう。うん、出てこなくなったぞ。換我上阵了。よし、そしたら長領、もうとにかく今回は長領に手柄を立てさせたい。一斉攻撃、攻者だ。よし、ここになんか出てきそうだもん。オッケー、バトーか、解放だよ。いや、閣業？騎兵か。うん、このまま落とすか、いけるかな。いけないこともなさそうな気がするが、うん、いけないこともなさそうじゃ。ちょっと行ってみっか。そしたら円の方はどんな感じだ？うん、なんかやってるね。うん、うん、オッケーオッケー。うん、とりあえずまあこいつぶっ殺さんとね。あ、呂布は隅か、一斉か。騎兵だから1、2、3、4、5、6、軽く囲いに攻撃来るな。曹操もちょっとやばいんだけどね。うん、まあその前に
ここやられそうだな。まあまあ言っとけ、言っとけ。うん、そしてとし上下都市巡察、人材が足りんようになってきた。旅装、旅装、うっそー、兼業か。捕虜、お前こいつ早来い。旅装道、ああ旅装行けそうか。両層か。両と息子も強いからね。まあ入ってもね、まあそれだけの装備ないだろう。あるかな。まあまあまあ土兵はあるな。槍がねえな。今のままだとちょっと厳しいかもしれない。まあまあまあここから輸送するのが一番でござろう。洛陽からか。まあ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 いい、これでね。これでまあとりあえずこれ全部勝者はいいだろう。で兵士もまあ13,000で兵糧これくらいね。決定で入れ。交给我了。でここもね徴兵していかないと。まあ本当はここも軍団にすればいいんだが、巡察、で軍事輸送の まあもったいないよね。確かにね、第二軍団にしたらこれどんどんね生産してってくれるもんね。そうだな、もったいねえな。まあ兵士、武将、在下领命。よし、OK。
けだ。もう一時入るか。また選ぶのめんどくせえけどな。あれ？ちゃちゃちゃ。あれ？是。こうだ。在下遵命。悉听遵命。交给在下。等候多时。交给我了。何事？了解了。巡察はいいな。開発戻る金だな。ちょっと待って、何できてる。こっちに造幣あったよな。 OK、都市開発のこれね。これでこれとでこれと、よし、これで、OK か。よし、やばい、違う。え、俺ここ何した？農場ね。うん、オッケーオッケー。これだよ。オッケー。安定でなぜ治安が悪いのじゃ。今治安下がったよね。これは軍団、何どだけの軍団までできるのかな。純優。
都市開発の、まあ家事にしときますか。どうしよう。帰還だ。とどまれ。わからん。とどまれ。いやー、ダメだったか。ここは治安97ですね。まあ良いだろう。よし、あとまあ武将たちが戻ってきたら、やればいいだけだな。OK。もうちょいだね、2000までね。頑張るぜ。これは委任にした方圧倒的に良さそうじゃ。三乗でめんどくさくなってきた。なんだそれお前。なんですって。オッケー。人材報奨まだか。順優はどこだ。投資また戻らんのか。誰だと。もう一旦ぐらいだろう。あとここか。まあいいか。これで行くか。あ、気力がねえ。やばい、気力が全然ねえぞ。これはやばい。油断してた。ここは、まあ徴兵してで巡殺だ。
よしよし、これで全員だな。ああ、そっか、気力がねえんだったね。訓練、訓練。やばい。訓練10しか増えねえのか。やっぱ兵多いからか。まあ、さささとやりましょう。楽よ。なんだ？賞金。おほほ、ナイス、リョフ。お前ならやれる。やってこい。皆様にお前の武勇を見せてやるんだ。俺は東卓軍に使える呂布というものだ。おお、我が軍に使えてはみんか。そう言われても。一騎打ちで勝負だ。どうだ。グフッ、賞金か。バカ野郎。死ぬ覚悟はいいですか。よし、まあまあまあ、呂布の闘志どれだけ早くたまるようになるか、ちょっと、まあ、闘志重視にしたらなのかな。防御一応してみようか。防御にすると闘志は普通なのか。攻撃だと闘志はあまりたまらないと。一発重視、ランダムで強力な行動を実行。まあ、呂布やってかい。あう、ガルルルル、バゲロ、ババエロ、ガルルルル、ガフ、ガフ、ガウン、うりゃです。トータク様、噂の賞金をいじめてきました。賞金でございます。グフ。よし、オッケー。人事、報奨はいらんか。ならば、楽よ、安定、長安。報奨いらないか。なかなか。忠義の熱い奴らじゃ。ねえ。反、恐れ的に、ね。恐怖支配してますからね。シュチニクリンピカオは。よーし。呂布いるかな。ちょっと待って、その前に気力あるか。気力がない。訓練だ。あ、呂布いた。あー、気力86だけど。まあまあいいか。安定でいきましょう。安定だからね。安定させていきましょう。
焦ることなかれじゃ。よし、これでよい。ゲゲゲ、人流来やがってるか。ホロガンだと。いつの間に3万になってんだこれ。そしたら、どうだ、渡すわけにはいかん。楽よ。まあ甲冑長雲、そしてまあ君たちが行ってくるんだ。これでいいかな。1、2、まあよかろう。軍事訓練。いやー、ストップさせる必要なかったかな。同時進行でいかったか。まあまあまあ、今の武将でもいけるでしょう。加工順ここにいたよな。移動先安定。加工順で、リージュ、あ、リージュあんま使えない。これ本当に知略だけでさ、もう信長の核心とかだと知略は知略だけで活躍するんだが、こういう武力までね、総大将で反映されるのほんと悔しい。知略のやつ連れていく意味がないもん計略にかからないだけでボッコボコにされそうだもんね。14とか26だったらね、普通そうなるやろ。まあもったいないよな、マジで。面白いシステムなんだがな、なんでこうなっちゃったんだろうな残念だ。よく見とけ。移動完了ね。よし、そしたら、訓練はもういいと。出陣。
と、まず曹操で、トータクが、今呂布捕まえてきたやつだね。で、頭いいやつ持ってってるわ俺。やばい、頭いいやつ持ってってる。こりゃあかん、いくら加工順来てもあかん。アホはあかん。これか。これはあかんぞ。これはちょっとあかん。計略、地図、陳留、あおらん。頭いいやついるか。あ、リジュだけか。まあリジュ持ってってトータクにつければいいんだよな。そしたらまあリジュが総大将になることはないだろう。で安定、よし。純友たちが楽よ。二つとも言ったな。まあただ、行動力がちょっと足りなさそうですね。まあとりあえずそしたらここを守るか。まず甲冑、そして趙雲、趙雲も土兵エースなんだ。とりあえず趙雲たち本当に活躍させんといかん。何お前、ジョエダメ、いらん。あ、そっか、1万か。そしたら、まあまあ他はまあ鍛える必要ねえな。でいいか。79。兵糧もこれでいいな。決定。随我来。出陣の。
各5000ね。超運で頭いいやつ、うん、準優か各、うん、まあ各伸びていきそうだよな。まあでも式階級上げなければいいのか。槍にして、まあとりあえずこっちだけでも、うん、あもうちょっとで2000だ。まあ対処しておきましょう。長領と準優、明星、日攻め、長掛け、あこれ機動力なのかな、長掛けだから騎馬か。これ1万か、これでいいわ。で長領も槍か、うん適正エースだな。よしこれでいいよね。軍馬はどうだ、軍馬はもう適正エースなのか、なら軍馬でいいか。よしだよね。これほんとすぐミスっちゃうからね。うん、随我来。 OK、 冲破他。放心。老職、なんだこいつらどんどん出てきやがるな。侮れんぞ、全面戦争になっかもしれんな。こりゃ両夫とかも読んだ方がいいか。先方ヒア、あまた火消えてる。土兵ね、これそのままさ艦入らなくてもいけるよね。まあこっちまで行っとけ。で計略、这一招如何？何お前誰、副将だもいねえやろ、お前そんな頭いくねえやろ。各計略届く？届かん、まあ、待機だ。よし安定。まあ馬頭にとどめさせたかったんだけどね、いらん邪魔が入ったよね。まあいつかは邪魔が入るんだから、まあいいけど。
これは輸送か。ここで軍事出陣にしたら軍馬8000いんのか、土兵まだいんのか。そしたら、まあ、やっぱ持ってきた方がいいか。ちょっとね、コテンパンに やっちまわないとね。両夫と頭いいやついねえのか。まあ、知略利点、利点でなんとかならんか。どんどん来やがんな。演術まで来たが、どんどん狙ってきてる。狙ってきてるというか、ここから出てるんだけどね。まあ、ちょっとコテンパンに やる必要があるようだね。やはりね、ここの孤狼感ちょっとやばくなってきてるね、兵がね。これまずいける？ちょ待て、移動できないんじゃないの？嘘でしょ、なんで？いっぺん入らんといかんのか。そんなんありかよ。入らんといかんようやね。もしくはこいつがどっか行ったらそのまま行けるかもしんないいう感じかな。うん、あえてここ、まあまあまあ、あえてというか、まあもし行けるとしたら今度甲虫で移動できるでしょう。まあ準備しとけ。うん、でここにはまだいないよな。洋服着てねえよな。まあ土兵にすっか槍にすっか、まあ土兵でいいかろう。耐久がちょっと心配だな。 耐久まあ5000あるか、じゃあ大丈夫だな。とりあえずこれなんだ、何が何に強いかちょっとようわからないなってきた。長雲と誰組んでたっけ、書くか。違う、あっこれ委任か。ここも委任か、ここか。
螺旋突き、二段突きは超運自体もあっち行くのだったか。戻ってるか、戻ってるな。ならば群馬で突撃した方がいいよね。待て待て、まだじゃ。長領巡遊で行け。決定の群馬でこれでいいよな。先方の突進か、突進がいいか突破がいいかっちゅうことや。まあ突進じゃなく突き抜けってあるか。突破だ。突破はあっち行くんだよな、こっちが。オッケー、そうだ、地部隊が突き抜けるんだよね。突破、ゲイ、よっしゃ、いい感じだ。よし、2000溜まったぞ。そこで趙雲の殲滅で。待って、甲冑、甲冑どういう移動はできん。まあまあ、出陣、よしよし、いいぞ。槍にして先方でぶっ殺す、突き出し。はいはい、先方突き出しだよ。え、なんでこっち、あ、地部隊いるからかな。そうなの、じゃあ螺旋突きだよ。嘘だろお前、そりゃなんでこっち先方で倒せねえんだよお前、そりゃ。ふざけんなマジで。ちょっと待て、地形か、イラってくんなこの野郎。なんだこれ、こっち行けや。わっけわかんねえな。先方で倒したいが、まあいっか。あ、そっか、甲冑で倒せばいいんだ。ちょっとわっけわかんねえな俺。地形砂地か。こっちは荒れ地、槍砂地無理だったか。そうだったかもしんねえな。切れるよな、こういう時な。なんでくるくる回んねえんだ。先方いけるやろ。あ、消えてる。オッケー。え、火消えたらダメなの、火消えたらダメなの。素晴らしい、わかった。よし、わかったところで、じゃあ君主じゃねえし、技巧。なんか今ので冷めた、火消えたらダメなので冷めた、これ鍛えるべきか、ちょっと二の足踏みそう。え、まだこれ鍛えてねえか、俺鍛えなかったか、嘘でしょ。これは確率的にあまり滅多にないぞ。ねえ、土兵が土兵に攻撃を受けたら反撃する。まあ、これはほぼ意味ない、意味ないまではいかんけど、まあ、スルーしてもいいくらいの、あれだが、まあ、次のが、ねえ、選択できねえからね。まあ、どうだろうね。射程一つ伸びるところが、まあ攻撃力もあれだけど、土兵はこれでいいかな。やっぱ騎兵と、
懐に潜り込んでガッツンガッツン行った方がいいか。まあ土兵のあのでも乱射とかね、そういうやつのさらにこの攻撃力が上がるっちゅうやつは魅力だよな。どうするべきか。俺ほんとこれしなかったかな。おかしいな。はあ、まあいや総兵も森で攻撃反撃を受けない。総兵の攻撃力も上げたいから早めに上げとく必要がある。っていうか俺ほんとこれしなかったかな。頼むぞ。槍兵鍛錬ですな。うん、なってるね。まああと1000ぐらいすぐ貯めるから。よし。はい、ごめんね、ちょっとね後半巻きつつになっちゃった。はい、ごめんね。はい、それではまた、この続き次回お会いしましょう。またね。